ラップの実演を、次でって言ったのっていうのは、なんか理由があるんですか？ラップの実演をですか。はい。僕もともとサイファーとか、もともと、本当にもともと言うと、バトルかぶれみたいな、自分がヒップホップは環境にありました。ずっと幼稚園ぐらいの時から、もっと前ぐらいからかもしれないっていうぐらいあったんですけど、実演するっていうところに大きく携わってたのは、最初の方はバトルだったんですよ。で、僕もちょっといろんなサイファーとか出たりとか、オープンマイク握るためだけにイベント行ったりとかしてて、で、その時あんまり5、6年ぐらい前だと思うんですけど、今ほどシーンもそんなにヒップホップに盛り上がってなかったっていう風に見えたんですよ。実際どうだったのかわかんないですけど。なので、軽く仕込んでったネタとか、あと結構マイナーなバトルで誰かのラッパーが言ってたこととかをそのままパクったりとかして出しても、あんまり気づく人もいなく、なんとなく盛り上がるっていう環境だったんですよ。で、それは日本のヒップホップシーン全体がそうだったかは別として、僕が入ってったヒップホップシーンはそういう片手間でも割と盛り上がるみたいな、もともとの自分のセンスもあって盛り上がってるっていうのはあったと思うんですけど、そんなにどういうことがダサいことなのかもあんまりわからなくて、で、かつ結構適当なラップしても盛り上がるような環境で育ってて、で、そっから音源をやるようになって、あるタイミングから。で、僕はそこそこフリースタイル上手いみたいな、自分でもその時は思ってていたいですけど、だから音源を書くってなっても別に結構上手いの書けるっしょみたいな思ってて、で、作ったんですよね、曲を何曲か。したらすごいダサくて、めっちゃダサくて。で、それまだ生み出した後自分の曲に納得いかないっていうのはアーティストさん結構あると思うんですけど、ずっと一向に納得いかなくて、で、あるライブに出た時にめちゃめちゃダサいよみたいなヤジ超飛ばされて。なんでそれ以来、やっぱり自分が出せる最高クオリティの部分しか、人に見せたくないなって思いがあって、実演とかも、全然やれるんですけど、例えば友達と遊んでてやってよみたいに言われたら、もう気が乗ればやるんですけど、こういうところでやって、ちょっとダサい音楽っていうか簡単な音楽を作るのがちょっと嫌で、なんで、ちゃんとした環境でレコーディングして曲にするとか、ちゃんとした音響のところでライブするとか、そういう形以外で、あんまり音楽をやるっていうのが、ちょっと気乗りしないから、後でって言いました。